ヤニス・クセナキス・ピソプラクタは、ギリシャ出身のフランスの作曲家、ヤニス・クセナキスが1955年から1956年にかけて作曲した、還元楽作品である。作品は1957年3月に、ミュンヘンで指揮者、ヘルマン・シェルヘンによって書演された。ピソプラクタという言葉は、確率による行動をと訳される。これは、ヤコブ・ベルヌーイの、 対数の法則に関連したもので、偶然の出来事の発生回数が増えると、平均的な結果は確定的な割に近づくというものである。この作品は、機体の統計力学、ガウスの法則、またはブラウン運動に基づいている。それぞれの楽器は、マクスウェル分布に従う分子として考えられており、温度の変動は、ガウス分布となっている。トロンボーンに、シロフォン。 ウッドブロック、弦楽合奏クセナキスは、機体の分子が空間を移動することを、弦楽器が音程を移動することに類推させた。この曲の渦巻くような動きを構成するために、彼は想像上の温度と圧力の一貫したシーケンスに従って、分子を支配させた。ブラウン運動は4次元の現象であるが、クセナキスは、最初に2次元のグラフを作成して、楽譜を作成したため、 いくつかの簡略化が必要となった。横軸は5トルイコール 26mm で時間を表し、縦軸は1半音イコール0 2 5トルで音程を表しており、楽譜に転写すると5トルイコール1小節となる。この長さを3等分、4等分、5等分と細分化することで微妙な長さの違いを表現しつつ、 各楽器パートに安定したパルスを発生させ、ランダムウォークのリズムを安定した足音に落とし込んでいる。作曲家のサイモン・エマーソンは、この規則性は現実には不可能であり、今回は彼の確率論的なアプローチを使うことができなかった。と指摘している。各パートはどこにも行き着かないが、全体としてはミサのピッチは自由に変調され、 速度で決められた温度が変化する。演奏時間は約10分。この作品はジョージ・バランシンによって、先のメタスタシスと共にメタスタシスとピソプラクタというバレエ作品が作られた。ありがとうございます。